くぬぎ神社は奈良県奈良市にある神社である。神木としてくぬぎの木を祀っている。神社の周囲は現在は肘塚町と呼ばれるが、古くはくぬぎ町と呼ばれた。明治16年合併前の宮中塚町の南に、置しくぬぎ木町13カジノ下と奈良幕に記されたように、なんと13カジノ自主がかけられた。肘塚町と同様、 ひじ村内に形成された町の一つで、大乗院寺社雑事記では、長六二年十一月二日の上に、海の塚のごうじ社、今森神木書役久な名面の在所なりとの記述があり、神木を守る役が、ひじ里にあったとみられ、町名、神社もこれに関連するものと考えられる。また、奈良坊木津田中井では、なんと南口総門がこの地にあり、その傍らに、 くぬぎの大樹があったのが、地名の由来とも記されている。道書では、くぬぎに、門のと、振り仮名が打たれている。漢文書年以前の作成になる、奈良絵図では、奈良町南端に、区の木道との記述は見られるが、町名は認められない。空海が、大柳生から奈良へ来た際に、この地で休息し、出発にあたり、くぬぎの杖を刺して置いていかれた者が目を出し、 神木となったという。一説には、杖は、春日明神の杖であったとも伝わる。くぬぎ大明神と呼ばれ、このくぬぎを切ると罰が当たると言われている。文政年間に一度枯れて植え替えられ、現在は三代目の神木に当たるとされる。ありがとうございます。